も、新年を電車の中で迎えたウェポンです。はい、新年明けましたね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。本日ですね、新年一発目の動画なんですけれども、まあありがちですけれども、今年の抱負とあと目標というかやりたいことっていうか、イベントの告知ほどでもないですけれども、ちょっと今年やっていきたいことのお話をさせていただこうかなと思っております。はい、まずですね、今年の抱負なんですけれども、去年抱負とか言ったかな、多分そういう動画は出してないと思うんですけれども、今年もさらに YouTube ですね、たくさんの方に見ていただけるように頑張っていくのはもちろんなんですけれども、やっぱりね、去年はちょっと、サロンを経営することになったりとか、あとセラ君の体調が悪くなったりとか、今年の振り返りっていう動画でも、言ったんですけれども、この2つが大きなイベントじゃないですけれども出来事があったわけですね。でそれでちょっと僕の中でもいっぱいいっぱいになってしまって、思ったより、たくさんの本数が出せなかったりですとか、いろんなことに目がいかなかったりとか、遠出できなかったりとかっていうことがあったんですけれども、まあセラ君の体調次第っていうところはあるんですけれども、今年はもっともっとたくさんの動画出してね、トリミングのサロンの方ももっと力を入れて、たくさんのワンちゃんを幸せ、ワンちゃんや飼い主様をですね幸せにできるように、頑張っていきたいなと思っております。で、今年やっていきたいことなんですけれども、まずはですね、イベントというか、何月になるかはわからないですけれども、ちょっとですね、そろそろオフ会じゃないですけれども、ワンちゃんのお手入れセミナーみたいなものをですね、やっていきたいなと思っております。まあそれをまあ各地、例えば東京とか、まあ関西でやるのかとか、どこか地方でやるのかとか、視聴者さんが多い県でやるのかとかっていうのは、まあちょっと考えてはいるんですけれども、それも年に 1,2 回くらいですかね、できたらいいなと思って、それ以外はウェブセミナーみたいな形でですね、ライブ配信みたいな形で、特定お申し込みいただいた方にしか見れないような形にして、配信していこうかなと思っております。でもね、お手入れセミナーってやっぱりライブよりもね、実際に会ってワンちゃんと飼い主様と会ってコミュニケーション取りながらやった方が絶対分かりやすいんで、まあ是非、まあそのお手入れセミナーですね、やる際はお越しいただければなと思っています。はい、まああともう一つはですね、セラ君のことですね。セラ君のためにももっともっと 僕が頑張っていきたいなと思っております。頑張ってっていう気持ち的な問題なんですけどね、これはやっぱりセラ君に何かあった時にすぐに僕が対応できたりとか、近くにいてあげられるような環境にしてあげたいので、まあそういう面でもっと頑張っていきたいなと思っております。これもう1月1日の今何時だ、もう9時ぐらいに撮ってるんですけれども、遅くなってすいません。実は今日実家に帰っていてですね、半年ぶりくらいかな、今日前いつ帰ったかちょっと覚えてないですけれども、まあ久しぶりに実家に帰って、セラ君も一緒にね帰って、姪っ子とか甥っ子とかと一緒に遊んでたんですけれども、子供ってパワーがすごいですね。遊んでるだけで疲れるっていう。でもめちゃくちゃ可愛いんですよね、本当にめっちゃ癒されましたね。あとこれは LINE ブログでも、先に書かせていただいたんですけれども、セラ君小さい子と触れ合える機会が、今まで全くって言っていいほどなかったんで、甥っ子とか姪っ子たちに一緒にわーってなって遊んでた時間がちょっとだけあったんですね。その時にちょっと軽く突き飛ばされたりとか、足踏まれたりとかってしてたんですけど、それ見ててちょっと怒り出さないかなと思ってめっちゃ心配してたんですけど、意外と大丈夫みたいで、ちっちゃい子、なんかしっかりお兄ちゃんしてくれてましたね。まあセラの意外な一面がね見れた一日でもありましたね、今日は。はい、これね、うちのおかんがお弁当に行って作ってくれた、これ何だろう、ちょっと分かんないですけども、これを今から温めて食べようかなと晩御飯にね思っております。あとお餅ですね、お餅4つ。お雑煮僕大好きなんですよ。一番好きな食べ物僕うどんなんですけど、その次って言っていいぐらいお雑煮大好きなんですよね。なんでお餅を4つもらってきて、これもまあ今日か明日作って食べたいと思います。はい、こんな僕とセラ君ですけれども、今年も2人で頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よいしょ。では。クリック。おすすめの動画はここをクリック。